不動産情報やってまいりました。ソンオポール紹介すると言いましたよね、皆さん。めちゃくちゃ楽しみ。そして今回紹介していただくのもこちら、エナセットの杉本さんです。どうぞ。こんにちは。お願いします。お願いします。待ちましたよ。とうとう来ましたね。すいません、お待たせしました。できましたね。リブで切るお部屋も少しずつ出てきてます。真の最新の真のやつですよ、これが。以前からご紹介してるんですね、はい、サイゴンパール内にあるポパールタワー、はいはい、あそこと隣接している今我々の左側ですね、はい、視聴者の方から見て右側ですね、はい、こちらの道路をまっすぐ行くと、はい、サイゴンパールの方に見てますね。繋がってるわけですね。はい、逆側ですね、はい、ここ見てください。橋の下をくぐると、はい、ヒムラムゴルフ場にも直接行きますね。歩いて行ける。めっちゃ近い。住居エリアはこの2棟の感じで、3棟ですね。マンションが3棟あります。45階から50階建てぐらいの建物です。6階の部分にプール、ジムなどの共用施設が揃っております。なるほど、わかりました。じゃあ行ってみましょう。レッツレッゴー。おお、広っ。これが3ベッドルーム。3ベッドルーム。めっちゃ広。125平米。広。まず靴箱、いや光ってる。靴箱光るタイプですね。だから入ってきてすぐね。うわー、もうなるもん。暗いから、はい、だけどこれがあるおかげでもうすぐ靴脱げて、はい、で電気つけ、亀空に浮かぶ亀。すごい空、奥行きある感じしますね、はい、125じゃないっすよ。だからもう、はい、ここを原っぱ入れたら、だから東京ドームぐらいあるじゃないですか。広すぎるやろ。もう3ベッドだからもうほんとファミリーの感じなんで、この上もすごいもん。たくさん入れれるし、まあ、靴箱のこの部分も広いし、これはすごい激安です。これ一発目から出ましたよ、もう最初から。キッチン見ましょうか。行きましょう。キッチンもまあ広いですね。4口、はい、初の4口、初の4口ですね。もうだから一人一人鍋使っていいよと、4人で暮らしたら。でここで食べていつもね、みんなで一人一つ、はい、あれですね、コロナ対策ですよね。いや密やろ。コロナ対策ここで食ったら密やろ。えこれなんすか。電子レンジとオーブンですね。こんな埋め込み型のあれですね。これはオーナーさんの方でご用意してくれてますね。はあ、なるじゃあもうここの部屋だけがもうこれだけ特殊な、はい、そうですね。オーナーさんありがてえ。冷蔵庫もなんかマットな色してますし、すごいおしゃれ。水が出てきますね。ここに入れて、はい、こうやって手術すると氷だったり、はい、水が出てくる、はい、すげえ冷蔵庫広いですし、ちゃんとありますね。何がこちらです。この開けたら開くゴミ箱すごいな。しかも四角いタイプでなんか大きい。ちゃんと匂いを封じ込める、はい、生ゴミだったりとかね。出た。なんすか。ちょっと待って、じゃあ出たって言えんやろお前。何これ何か分かんないっすよ。これなんすか。洗濯機、はい、洗濯機だったらちょっとちっちゃいかもしれないですね。食器洗い機ですね。マジか、これは嬉しい。え初っすよね、この埋め込みの食器洗い機みたいなの置いてあるの、はい、そうですかね。多分これはオーナーさんが用意してくれた。これもオーナーさんか。オーナーさんのセンスありがてー。最高ー。えちょっと待って、激アツ3つで最高って約束なのに、もう超えてきました。充実してたらもう吸収しない今激圧を吸収しまくって最高出ますよこれは。もうね収納もあります。あこれなんか物とか置かれてます。これオーナーさんがですね、はい、ちょっと一時的に利用されてます。さあ、はい、ここなんすか。これは隠し扉ですね。隠し扉。いや出てる。隠れてないよ。えここ洗濯機と洗濯物干す場所ですね。そうですね。わすげえ。うわこれはすごい。でそれイライラ棒やろ。100万円もらいます。でこのねカウンターキッチンありながらこっちでつろいでご飯を食べると、はい、この鏡があるからまたこの奥行きも出て東京ドーム2個分。2個分ダイアンツ戦もできるしアメフトの試合もできるっていうね。これあっ出ましたよ。出ましたね。線香花火ですか。線香花火完全横向いてる。ネズミ花火とかの方が近くない。あーかわいい。全体にこう
可愛いデザインというか、はい、ですね。オーナーさんがそういうのが好きなんですかね。ネバーギブアップって書いてあるし、ベタの目でちょっとへこたれた時はこれを見てね、奮起して頑張っていこうと、はい、そこありました。そこありましたね。測ってきますね。これ測れますかね。大きいですよ。マジで測れないかもしれない。そうですね。これ遠いっすもんね。遠いっすね。はい、ちゃんと声聞こえてる。聞こえてますか。聞こえてます。聞こえてくれた。測りましょう。はい、せーの。あとソワーはかり兄弟がとうとう意思疎通できず。リモンさん、いつものパターンでしょ、はいはい、これはいきますよ、はい、せーの。じゃあ意思疎通できず。難しいです。ちょっと久々ですからね、はい、今2位ですね。3、4、5、6、7。いや6よ。すみさん、はい、いきますよ。デリリリリリ。え、何？いや、優待だってのはお前やから。はい、忘れてますね、最近。いや、お前や。ベランダへ行きます。うわっ、お、これ窓全部開く。今知ってた動きだったよ。え、今知ってた動きだったよ。今杉本さんに聞いてたもんね。初めてみたいな感じで驚いてたけど、今明らかにいきなり両手で押し出したもん。ベランダもね、オーシャンビュー。オーシャン右側にはサイゴン川見えますし。いや、もう変わってってるよ。プールちょっと今日見えないみたいなんで。ここがプールになるんですね、はい、ここは遊ぶ施設ですか。この手前の方。そうですね。そういったものもあると。こっち行ってみましょう。トイレ。え、トイレ、ポシュレットついてますよ、はい、これは備え付けではなくて、オーナーさんがご用意したものですね。この部屋早く取った方がいいですよ、皆さん。めっちゃ広い。杉本さん出して、僕ちょっと一回。ああ、わかりました。いきますよ。痛い。ほら、めっちゃ広い。早くさんがやっても余裕。杉本さん、来てください。二人で行けるかもしれないですよ。せーの、痛い。ほら、あれでも全然いける。言ったら子供をね、入れる時ってちょっとね、狭いと二人でこう洗ってあげたりとかって厳しいけん、すごいいいです。3ベッドだから3部屋あるってことですもんね。はい、こちらの部屋が子供、すげえ。マーベル描かれてる。外国の部屋って感じがする。ここ外国屋さん。子供の収納も2つセットでありますし、広いっすね。はい、あ、もうリビングと同じぐらいの窓の広さですよ。子供とかもね、火を浴びておきたいっすもんね、はい、ちょっとよろしいですか。はい、どうですか。このサンワパールって、はい、グエム空間から近い場所なんですけれども、はい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 、今車の音とかしますか。え、全然しない。全くしないです。全くしないんですよね、はい、見てください、ここ。塗装ガラス。え、切れるんですかこれ。違う違う違う、洋服の服装じゃないの。このガラスはちょっと服に着ないで。着け透けやろこれ。うわ、確かにこれ2枚になってるの、この奥に、はい、この2つのガラスの間に空気も入ってるので、あ、音を非常に通しづらくなってますね。なるほど。うわ、すごい。それサンワパール初じゃないですか。いえ、実は他の部品でもありました。あったっすね。でも静かだと思います。多分これもあってですね。いや、マジっすか。続いてこっち見てみようか。こっち、はい、もうほんとさっきの子供部屋よりもうちょっとちっちゃい部屋ですね。はい、もちろんベッドルームとして使うこともできます。まあでも収納もありますしね。そうですね。別にほんとにベッドルームで使ってもいいですね、はい、子供部屋としても使えますね。え、アイロンじゃない、アイロン台。ほんとだ、アイロン台がここに備わってる。はい、マスターベッドルーム。はい、あれですね、なんか雰囲気変わったというか、はい、木目調で揃えられてますね。床もそうだし、はい、この家具的な、これ収納も多いっすね。寝室としてこれだけあればもう別に入れるものないでしょ。出ました、マスターベッドルームの風呂とトイレ。杉本さん、浴槽あるんですね。はい、めっちゃ広い。上がっていきますか。はい、めちゃくちゃくつろいでる。なんでそんなキュッてしてるらしい。ほら、二人で余裕。広いですね。広いっす。これは広いですよ。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。復活スペシャル。復活ですね。復活しちゃいましたね。ありがとうございます。当てさせていただきます。45階建ての27階、はい、で125平米、でレタントンまでだいたいタクシーで10分ぐらいですか。5分ぐらいです。5分ぐらい。飲食店めちゃくちゃ充実してきてる。家具もかなりここはもう充実しまくってる。その中で3ベッドでしょ。
マジで難しい。ヒントはちょっと前にゲートウェイのスリーベッド、はい、家賃予想したと思うんですよね、はい、それを参考にして考えるといいんじゃないですかね。いくらだったっけゲートウェイ。1200、1500ぐらいだったっけ。2000いってましたっけ。でもそこより高いと思うんですよ。そう、近さもあるし、はい、その家具の一個一個のクオリティの高さ、広さも多分、あ、でも広さも同じぐらいか。当てます。せーの、$1500。ゲートウェイって多分1800か、1800だった気するな。それよりちょっと高いから2000だろう。それより安いってことはないと思う。安いは俺もないと思う。やっぱ近くなってるし。お前ゲートウェイの3ベッドルームの予想を1200、300で今計算してるってことでしょ。2150。ダメだね。1150刻んでる。しかもピシャリ当てますから。2150ね。2150。正解をお願いします。はい、正解は$2100です。うわっ、刻んだせいや。50ドル。いや、マジでなんなん4分の50。お前やらせやろこれ。いや、これマジでやらせって思われかねない。かねないよ。わざとずらしてるもん今の。ガチだもん。最新の最新なんですけど、共用部がですね、はい、まだ工事中なんですね。あー、なるほど、はい、周りのお部屋もちょっと工事してるお部屋があるので、隣とか上とかで工事してるとちょっと工事音は聞こえてしまいます。まあでもね、早く決めないとすぐ決まっちゃいますね、これは。そして他にもいろいろあるんですよね。サマーパールにもありますし、エンダーセットさんは他の物件もたくさん持ってますので、皆さんぜひ下のリンクの方から連絡してみてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。またお会いしましょう。さようなら。